フレデリック,ク3世、フレデリック3世、フレデリック EE、1609年3月18日から1670年2月19日は、デンマークイコールノルウェーの王、在位、1648年から1670年。外交では、スウェーデンとの戦争で苦戦を強いられ、領土の割譲を余儀なくされたが、内政では国民の人気を背景に、 デンマークに絶対主義をもたらした。フレデリック三世あるいは、フレデリック三世とも。デンマークとノルウェーのオークリスチャン四世と、ブランデンブルク選帝国、ヨアヒム・フリードリヒの娘、アンナ・カタリーナの息子として、シュレースビヒ公国のハーデルスレウで誕生した。長男ではなかったことが、将来に深く影響することとなる。少年期から、年期にかけて、フレデリックには、 デンマーク王位につく見込みは、全くなく、不王のドイツにおける勢力拡大手段として、利用されることになる。まだ少年の時に、ブレーメン司教、フェルデン司教、そしてハルバーシュタットの司教補に、次々に就任する。18歳の時には、シュターで要塞の主任司令官となった。がって、早い時期から行政官として、相当の経験を積んでおり、同時にその教養教育においても、 入念かつ徹底的な教育が行われた。フレデリクはその人生において、常々文学と科学の愛好を、はっきりと表明している。1643年10月1日、カレンベルクコ、ゲオルクの娘でまた十枚にあたるゾフィアマーリエと結婚する。彼女のエネルギッシュで、情熱的かつ野心的な性格は、フレデリクの運命だけでなく、 デンマークの運命にに深く影響を及ぼすことになる1643年から1645年のトルステンソン戦争中にフレデリクは父によって公爵領の司令官に任命されたものの主にデンマーク軍を指揮した司令官アンデシュビレ、アンダースビル伯爵との不和のためにこれといった功績を挙げることができなかったこの事件は フレデリクとビレとの間に生じた最初の衝突であったが、フレデリクはこれ以降、ビレに対して極度の不信を抱き続けることになる。1647年6月、アニクリスチャンが死去すると、フレデリクが大いにつく見込みが明けたが、1648年2月28日に父が死去した時にも、大い継承者の問題は未決着であった。すでに縮小していた。 国王体験をさらに削減する内容の検証。ハンドフェニングにフレデリクが署名したことで、ようやく七月六日になってフレデリクは進化たちの中世の宣誓を受けることができたである。当初は彼が王位を継ぐことが許されるか危うかったものの、フレデリクは課された、この条件をあっさり受け入れ、数密院、リックスリアドの最後のためらいを払拭した。新しい君主はほとんど笑わず、 言葉少なく、書くことは、さらに少ないという、全王クリスチャン四世とは著しく対照的な、無口で謎めいた王であった。しかし、直情的で陽気な不王の明るさを書く代わりに、中洋、冷静、自己抑制という、優れた性質を持っていた。熱心な蔵書家でもあり、1648年、頃には、デンマーク王立図書館を創設している。 知性の最初の数年は、王国内で最も力を持つ二人の人物、すなわち、義理の兄弟であるコルフィッツ・ウルフェルト、カーフィッツ・ウルフェルトとハンニバル・セヘステッド、ハンブルス・ヘステッドに対する、密かな抵抗に捧げられ、ついに1651年に二人を王室から追い出すことに成功した。ウルフェルトはスウェーデンへ亡命して、国族となり、一方のセヘステッドは1660年に、 名誉回復を遂げた。フレデリク3世は才能豊かであったが、それでも自身の、また、自国の限界を完全に理解してはいなかった。1654年6月6日に、スウェーデン王カール10世が即位すると、カール10世の性格と方針からして、彼が好戦的な王になることを感じ、これがデンマークにとって脅威となることを見抜いてはいたが、 スウェーデンがまずどの方面から攻撃を開始するかは不明あった。1656年、スウェーデンはポーランドのバーサ王朝を下し、王位継承問題を力で粉砕させた大洪水時代。これを見たオランダはスウェーデンへ宣戦線布告を行った。カール十世によるポーランド侵略はデンマークにとって潜在的な危険をはらんでいたものの、胸を投げ下ろす出来事でもあった。 その後、スウェーデンがポーランドで孤立し、追い立てられると、フレデリク・三世は、後期到来とばかりにスウェーデンと断交し、戦線布告することを決意した。1657年2月23日に、開催されたデンマーク議会、リグスタグは、相当額の軍事費を支出することを心よく決定し、4月23日に、フレデリク・世はスユは、数密院の過半数から、 スウェーデン領ドイツを攻撃することの同意を受けた。5月初旬に留保中であったスウェーデンとの交渉は打ち切られ、6月1日、フレデリック3世は宣戦布告書に署名した。ただし、これが実際に布告されることはなかった。しかし、カール10世はドイツからユトランド半島に侵攻し、柴叩く間に占領した。フレデリック3世にとって幸運だったのは、首都コペンハーゲンが、 ユトランド半島ではなく対岸のシェラン島にあったとで、あったが、それは気休めにしかならなかった。1658年1月、北海を大寒波が襲い、ユトランド半島とシェラン島の間の海峡が氷結し、カール10世は1月から2月にかけて氷結した、リレ海峡とスレ海峡を都会し、敵軍の裏を完全に書いたのである。カール十世の行った、この作戦は、後年、 表情進行と呼ばれる。前代未聞のこの作戦がデンマークに与えた衝撃は大きく、フレデリック3世は即座に戦意を喪失し、戦わずに降伏した。1658年2月26日、コッペンハーゲン西部のロスキレでロスキレ条約が結ばれた。カール10世は、イングランドとフランスの説得に応じてデンマーク、併合は諦めたものの、フレデリック3世は、スコーネ、 トロンハイム地方、ボーンホルム島を活上させられた。特に、スコーネ地方の活上はデンマークにとって痛手でであった。これにより、デンマークの人口はスウェーデンの半分に減少させられることとなった。和議締結直後の3月3日から5日にかけて、フレデリク3世は征服者であるカール10世をフレデリクス坊城へ待ちし、豪華な共演でもてなした。二人の王の親しさは、 その後の平和を約束するかに見えた。しかし、フレデリック三世がオランダに接近を図ると、デンマークへ対する不信感を消すことのできない、カール十世は、その悪なき征服欲と、相まって、正当な理由づけも宣戦線布告もなしに、翌1659年、再び、デンマークへ進行した。七月十七日に、スウェーデン軍本隊が、シェラン島のコーサーへ上陸すると、 デンマークは再び強硬状態に陥った。誰もこのような攻撃を予測しておらず、首都コペンハーゲンの守りはとても十分とは言えないものだった。しかし、フレデリク三世は逃避を進めた顧問官たちに対して、私は私の巣で死ぬディー、アイシンレデと述べ、コペンハーゲンの死,死を命じた。8月8日、首都住民の全階層の各代表者により、 徹底抗戦が叫ばれ、市長ハンス南線、ハンス南線率いる市民も、国王への揺るがない忠誠とコペンハーゲン主の意思を示した。防御線には、当初2000人の兵しか当たっていなかったが、カール1シ世は防御線が整っていなかった、コペンハーゲンへの強襲作戦を尻け、包囲戦を取るというミスを犯した。9月の初めまでに防御壁の破れは全て補修されて、大砲が備えられ、 兵は七千人に増員された。この戦闘によって両国は、著しい戦死者を出し、生産を極めたが、同時期に、スコーネでも反乱が起きたため、スウェーデンは、コッペンハーゲンを攻めきれなくなった。このような、固い防御にあって、カール十世は、当初の目的を変更せざるを得ず、首都包囲戦を開始した。しかし、デンマークは、オランダ、ブランデンブルク戦抵抗。 フリードリヒビルヘルム、そしてハプスブルク家の援軍を得て、同盟軍がユトランド半島に侵中した。10月29日、エーレスンドの戦いで、カール10世は敗れ、オランダ軍によってデンマークは解放された。カール10世の野望は挫折し、フレデリク3世は窮地を救われた。しかし、カール10世はスコーネに撤退し、そこで陣を張った。フレデリク三世の抵抗や、 同盟軍の反撃は成功したものの、カール十世に停戦の意思は全くなく、戦争も継続するかに思われた。しかし1660年2月13日、カール十世は人中で没死、北方戦争は終結した。5月27日にスウェーデンとデンマークはコペンハーゲン条約を結び、フレデリック三世はロスキレ条約によって失ったトロハイム地方と、 ボーンホルム島を返還させることに成功した、肥沃なスコーネ地方の活動の代償。そして、スウェーデンからの脅威も終焉した。この一連の対スウェーデン戦争を、デンマークでは、カールグスタフ戦争と呼んでいる。しかし、フレデリク三世は、もはや以前のように、デンマーク海軍がバルト海に派を唱えることができなくなった事実を知らされた。コッペンハーゲン条約では、 失地を取り戻す代償として、バルト海でのデンマーク海軍の C 活動の禁止を約束させられてしまったのである。一方でこのような惨禍があったにもかかわらず、デンマークは海外におけるデンマーク海上帝国を維持させることには成功した。一方のスウェーデンは同時期に北米植民地を失っている。フレデリク三世が国全体を守るために見せた勇敢な姿は、 中3階級に王に対する熱狂的人気を呼び起こした。そしてこの人気を利用して、フレデリク三世は1660年に革命を起こし、貴族の勢力をそぎ、議会の同意を得て、選挙王政から絶対王政に切り替えることに成功した。カールグスタフ戦争で貴族勢力が積極的に協力しなかったことが国民の反感を買い、 9月に召集された身分制議会で市民側が絶対王政を支持していたからであり、この状況を活かして10月に即位時に署名していた検証も無効にして絶対王政に近づき、翌1661年1月10日に議会の庶民分が王に無制限の権力を保障する書類に署名。フレデリク三世は名実共に絶対君主となった。知性の最後の10年間は、 新しい絶対王政の確立と戦争からの回復に費やされた。中央省庁が次々と設立され行政が整備され、地方も貴族が長官となっていた従来の制度から中央政府が役人を地方官として送り込み支配を浸透させる方法に切り替え貴族勢力を排除していった。1664年に土地課税に関する税制改革で財政も改められ、 新しい人材が市民層から支配機構に呼び込まれ、ハンニバル・セヘステッドとクリストファー・ゲーベルトの間など、大臣と顧問官の間の敵対関係が生じた。1665年に絶対王政の憲法にあたるコンギーラ文が書かれ、絶対王政の名文化で支配体制が確立した。また、自国の防衛に力を注ぎ、コッペンハーゲンは要塞としかされ徴兵制も、 採用、財源が乏しい中で可能な限り国防増強が図られた。1665年、フレデリック三世は、オランダの東インド諸島から帰還したスパイス艦隊を、イングランド艦隊の攻撃から援護し、オランダに恩を返す機会を得た。オランダ艦はノルウェーに難を逃れ、イングランドは、フレデリック三世に対して、この船は彼の王国すべてよりも価値があると言って、 王自ら感染を手中に収めるようそそのかした。フレデリック三世は実際、イングランドとオランダ艦を奪取する合意にまで達していたが、デンマーク艦がベルゲンにたどり着く前に、すでにベルゲン要塞の指揮官がイングランド艦隊を駆逐していた第二次エラン戦争。1670年、コッペンハーゲン城にて60歳で死去し、ロスキルデ大聖堂に葬られた。 息子のクリスチャン五世が後を継いだ。王妃、ゾフィーマーリエとの間に、以下の子を設けている。また、愛称マルグレーテパッペとの間に、諸子ウルリク・フレデリク・ギュレンルウェ、1638年から1704年を設けた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。